前の衆議院議長で官房長官や自民党幹事長などを歴任した細田博之衆議院議員が今日午前東京都内の病院で亡くなりました。79歳でした。細田氏は入退院を繰り返していて、昨日容態が急変したということです。細田氏は旧統一教会との関係を指摘されながら当初記者会見せず批判を受けました。